ホルモン大事やねんけど、ホルモンめっちゃ大事やねんけど、いい腹めっちゃ大事やねん。次は、しっかりと、蹴った時に前瞬間的にあの飛び出すっていうね、そういうドリルをちょっとやっていきます。どっちからいこうかな、後ろ足からいこうか、後ろ足からねやっていくんで、クラウチングの構えを取ってもらって、この状態で後ろ足を短く強くパンと蹴ってください。パンパンで、これがあの反応を高めてくれるん でこれがボーンっていう、こういう蹴り方やったら前には進むかも分からへんけど、非常に空中が遅いというね、そういうあの飛び込みになってしまうから、そこを短く強く蹴ってあげてください。これを3回ね。で、頭は必ず前に進めれること、頭は前で、両足飛びの人は両足でこのままこの鼠径部を開くような感じで蹴っていってください。はい、これを3回やったら飛び込んでいきます。はい、この順番に前足の方ね。で、前足の方はあの飛距離を出すために絶対必要なんで、前足を強化しまして、で今みたいな感じで構えんねんけども、後ろ足は伸ばしてください。あの伸ばしてもいいし、ちょっと曲げとっても OK なんで、この状態でここの、あの鼠径部ね、鼠径部をキュッとこう開くような感じ、パンとこう、これもボーンじゃなしにパンとこう開いてあげる、はい、これが大事なんですね。はい、ちょっと見とってください。この状態で4、1、2、3、でこれもこんなん、これアウトね、前進んでへんのアウト、頭が絶対前にポンとこうしっかりとちゃんと進むようにちょっとやっていってください。はい、いきます。4いきます。3回ずつ足も空中でパンと蹴っていくっていう感じで、前足と後ろ足、この構えから、この構えで、このまま用意、はい、後ろ足も蹴りながら前足を蹴っていく、用意、はい、用意、はい、用意、はい、この感じね。だから両方ババンってこういけな意味がないから、どっちかが欠点やったら意味がないから、だからそれを一瞬でパンとこう蹴れるようにさせるちょっとドリルなんで、もう一回言うと、ね、この構えた状態から用意、はい、用意、はい、用意、はい、この感じで3回やって飛んでいきます。これラスト、2本ね。はい、いきます。順番にね。